鳥山石燕《根弱がと続百鬼より、化粧儀猛将棋、猛女郎は、鳥山石燕の妖怪今画集、根弱がと続百鬼や江戸時代の奇病子にある日本の妖怪。その名の通り、長い髪がぼう,ぼうの将棋の姿をしており、幽閣に現れるとされる。根弱がと続百鬼では、顔も見えないほど煙らの将棋の姿で描かれている。解説文によれば、 ある男が知り合いの女の後ろ姿を見かけたと思い、駆け寄って顔を見ると、それは全身が毛に覆われた化粧儀だったとある。日本文学研究家、アダムカバットはこの妖怪を長い髪に隠れて顔が見えないのではなく、最初から顔のない、のっぺら棒のような妖怪としている。妖怪研究家、田田勝美はこれを江戸時代の吉原遊郭を風刺した創作と指摘している。 この妖怪に限らず、石炎の描く妖怪には女郎に関連するものが多く、本作、根弱が届く百鬼にも、この化粧儀の直前に、青女房が描かれているが、青女房とは人魚をあずらった女性の隠語でもあり、両者ともに女性の化粧をお化けにかけ、石炎が言葉遊びで創作したものとも見られている。好評詞には主に、もう女郎の名で登場しており、 中でも桜川慈祈星による変化物春遊にある歌川報告の描く化粧郎が赤炎の化粧儀に告示していると指摘されている。公表紙で描かれる妖怪たちの世界では化粧儀はその不気味な印象とは対照的に人気者のようで歌川報告による大昔化物造史では男性の妖怪たちが化粧儀をめぐって争ったり化粧儀が 恋仲となった妖怪のために新従立をするなどの場面が見られる。日本の伝承資料においては、化粧儀のように全身毛だらけという妖怪は確認されていないが、中国の古書、投げ、活力では、神背にようやく煙の中に全身がけだらけの毛女が現れたという話がある。ありがとうございます。